こんにちは、内田彩子と申します。そうですね、ちょうど、1年前に、母キキキリンが他界したわけなんですけれども、とても自分の中でも複雑で、まず自分の親を亡くすっていうことは、誰の一生にとっても一度きりしかないことですし、それとは別にやっぱり、役者をやっていたという立場上、いろんな方からのその、ご興味があって、いろいろこう静かにこう自分の母親の死をと向き合ったり受け入れたりっていうするような時間がなかなか持てなかったので、今回こういう本をに私も少し参加させていただくことによって、静かなこう振り返る時間が持てて、とてもゆっくりとですけど、まだちょっと消化しきれない部分も確かにありますけど、ゆっくりと静かな、いろいろ子どもの頃からの記憶とかもたどりながら、母がこうして一生を全うしたんだなっていうことが現実味を少しずつ帯びてきて、私がこの本というかインタビューに、とても客観的にも魅力を感じるのは、母はその人生の向き合い方そのものがそうでしたけれども、その人間というのはそもそもみっともない、ことをして、前に進む生き物で、どんなにかっこつけてもやっぱりそういうほころびみたいなものが出てしまう。で、そういうことを大前提に、自分のそういうみっともないことだったり、あるいはその家族っていうか、父のとの関係性においてとか、仕事でも結構喧嘩っ早くて、いろんな武勇伝があったりだとか、こう何か人生訓とかって、そういう綺麗事ではなくて、こんなバカなこともしてきましたっていうみっともない部分も、自然体に、話せてこう活字になってるっていうところが、嘘がなくてとても母らしいなっていう、なんでこういうふうに母の言葉が多くの人に興味を持たれるのかなっていうふうに、考えるんですけど、それは、私もあまりにも身近にいた存在だから、うまくこうまだこう消化でききれてない部分もありますけど、 どんな人の中にもある善と悪とその間のいろんな感情、そういうなんか清濁合わせ飲んだような存在そのもののありのままで、語ったり、仕事の場合は演じたりしていたので、そういう部分がもしかしたら、読み手の中に共感できる部分があるのかなとか、結論はないんですけども、そういうふうに思ったり最近はしています。